はい、YouTube の方の録画もスタートした。というわけで、本日紹介するゲームはこちら、Waves 2になります。まあ、画面見ていただいた通り、前とあんまりユーザーインターフェースのものは変わっておりません。今回は一応メッセージ付きで、チュートリアルが付いた形になってます。で、移動したり弾撃てますよっていうような設定があったりします。以上。じゃあ実際にゲームの方やっていきましょう。前作のアーケードモードに加えて、今作は、ストーリーモードってわけじゃないんですけど、とりあえずのいろんな条件が課せられた、ステージをクリアするというモードが追加されました。ジオメトリウォーズ3のジオメトリウォーズエボルベッド3の前のアベスの曲がってフリーの音楽なん別のゲームで同じ曲聞いたんだけど、おかしいな。一応メインテーマの曲はあれは確か作らせたはずだと思うんだけど、他の曲ってどうだったかな。他の曲はもしかしたら、いやでもウェーブズってサウンドトラック売ってるはずだからな。それはちょっと別のゲームで見てみないとわかんないな。で、ジオメトリウォーズ3、ジオメトリウォーズエボルベッド3で、あった、ステージいろいろとクリアするっていうモードも、今回のウェーブズ2で追加された形になってます。で、前回の、ルールでプレイをしてみましょう。今回ステージの形が若干変わりました。以前の休憩と加えにではなくですね、この形で真ん中になんか変な障害物がある、変な形になりました。まあそのレトロエボルベッド3みたいな形、ジオメトリウォーズ3エボルベッドみたいな形で、露骨にそのゲームのフィーリングが変わるっていう風な、効果は追加はされてません。こういう形で今回被弾しても、一撃死はないです。磁気の上の方にある、上の方にある、バーが体力ゲージになってまして、この体力ゲージが、体力ゲージが、なくなったら死ぬって形になってます。この体力ゲージなんですけど、実はスローモーション使った時とかにも消費するって形になってるんだよね。スローモーション以前だったらスローモーションの、エネルギーゲージになっててなってたんですが、今回からは体力ゲージと一緒になってるので、逆に言うと、まあ、スローモーション使ったらその間、得点が2倍になるっていうのはあるので、体力ゲージを削りながら、得点を稼ぐことができるようになったとも言えるし、じゃあもう別にスローモーション使わなくていいじゃんっていう風な、どうせなんか見えないところから敵がすっ飛んできて死ぬゲームなんだから、そうずっとスローモーション使わずにプレイした方が、まだ生き残れる確率があるっていう風な、形にもなってますね。配信を開始しました。画面が止まった。危ない危ない。あ、見えんかった。
こんばんはです。さて今回紹介してますのは、ウェブ2になってます。ま、前のジオメタルウォーズ、エボルベット3みたいな感じの、マップが立体になって、でそれによって、プレイフィールが変わったっていうのはないです。これがジオメタリーウォーズくんですか？いや違います、これは、ウェーブズですね。で今得点が入ったんですけど、これに関してまたプレイを補充します。こんだけ雑なプレイしてもハイスコア取れてんのおかしいやろ。なんで今回に関しては一撃死がない形になってます。一撃死がない、ツインスティックシューターでらき珍しいなって気持ちがあったりするんですけど、もともと画面が狭いってほど狭いわけじゃないんですけどね。あ、ちなみにゲームやり直すたびにね、マップが変わるって形になってるんですけど、これってスコアアタックのがついてるゲームとしてどうなんかなって思ったりもする。でやってることはツインスティックシューターで、左のスティックで、チキを動かしながら右のスティックで弾を打つ。でから、R トリガーがスローモーションで、スローモーション使うと、体力ゲージが減るけど、スローモーション中の、得点が2倍になるっていうが、恩恵があったりします。で頑張ってスローモーション使ってガンガン得点上げていきましょう。まあ、命を削って得点を上げるっていうシステムに関してはのガンネード思い出しますね。これな。で R スティックは、体力削ってスローモーション。じゃあ右スティック何するのっていうと、右スティックはですね、ちょっと話が長くなる。敵を連続して倒していくとコンボがあります。まあ、具体的に言うと3匹倒すと1で、倍率が1個上がるって形かな。その倍率が1個上がるっていう状態の時にですね、コンボが10コンボ以上すると、時期が赤く光ります。でこの間にレフトトリガーを引くと、周囲の敵を爆発させるという風な衝撃波が発生します。基本的にはこの引き打ちをする、まあ、ツインスティックシューター、この辺のアーケードライトのツインスティックシューターに関しては基本的に引き打ちしまくるっていうゲームなんだけど、引き打ちしまくる、まあ、こういう風に引き打ちをしまくるゲームなんだけど、引き打ちをしている間にコンボをつなげていく。そしてコンボが溜まれば、チキが赤く光るので、これで、赤く光ったらコンボです。赤く光った時に、チキの周囲を、爆発させることができるので、これで一気に追いかけてくる敵をやっつけるっていう風な動きができるわけよ。こういう具合にね。なんでこのゲームはそのジオメトリウォーズみたいな感じでずっと引き打ちしまくるゲームってわけじゃなくて、うまく敵のいる方向に突っ込んでいって、コンボをつなげて、そして磁気がを光らせて周囲の敵をなぎ払うという風なゲームの構成になってます。これによってどの行動が一番安全になるかっていう、とにかく敵のたくさんのところに突っ込んできて、コンボつなげまくって、そしてさっさと、倍率をコンボをつなげて、そうですね、1点構成ですね。で、その、コンボつなげて時期ピカピカ、高く光らせて、そしての周囲の敵を爆発させる。周囲の敵を爆発させるという、行動で、さらにコンボが伸びるという風な。コンボが伸びる、周囲の敵を爆発させた時にもコンボの、継続が続くわけよ。キンターズの13なり14の、発動状態の時みたいに、ゲージが増えないってわけじゃなくて、そのコンボつなげまくって、磁気の周囲を、爆発させる L トリガーを使った時もコンボの判定が続くから、 L トリガーを使ってさらに、大量的に一気にやっつけたら、これはツインスティックシューターの中で一番面白い。ジオメトリウォーズレトロエボルベット
よりも個人的にはこっちの方が面白いですね。結局レトロエボルベっていうと本当あの延々と死ぬまで引き打ちを続けるゲームっていうだけだったんですけど、このウェーブズになるととにかく敵にどんどん突っ込んでいった方が安全っていう風な形になってるので、このサイバリアリビジョンとかと近いですね。どちらかっていうと、あの敵の弾にかすっていってレベルアップすると無敵になるから、でそのレベルアップを無敵の時にさらに敵の弾に重なるように、突っ込むと、またそこでレベルアップがついてっていう形で、そういったこういう具合でね、特にこの緑の毛が結構そのコンボの頭か数を稼ぐのに役立つので、ではジオメトリウォーズでおなじみの この緑の磁気の弾を延々と避け続けるというこのクソめんどくさい敵もですね、一気に爆風に巻き込めば、アットメにやっつけることができますので、これヤムキおすすめのダマスクも面白かったので気になりますねこれは正直おすすめします。PC でしか出てないっていうのはありますけど、これは本当 PC 持ってるんだったらぜひともやってほしいゲームですね。まずい、あ、もうコンボ切れてるわ。コンボ250ぐらいまで行ってたけど、もうコンボ切れてたらもういつ死んでもええわ。で今回はその体力制になったので、不意打ちでサクッと死ぬっていうこともなくなったっていう部分もある。だけど逆に言うと得点を稼ぐためのスローモーションを体力ゲージを消費して使うっていう風な作りになったもんだから、逆にスローモーションが怖くて使えなくなったなっていう印象があったりする。あと硬い敵が出るようになった。こいつが当たると一撃死するから早く壊したいんだけど、とまあこのような形で延々と引き打ちするだけのゲーム、結構これは良いタイプですね。で先ほどは死なずに結構コンボつなげたんで、一気に270万点か900万点取れるようになりました。もうちょっとよく出してスローモーション連射すれば、スローモーション中は敵がの得点が2倍になって、でさらに至近距離で敵を倒すと得点が2倍になるって形なんで、その辺をうまく活かせば1000万点も狙えるっていうラインでしたね。なんでジオメトリウォーズレトロエボルベット3と比べて壁打ちを間違ったジオメトリウォーズ3ディメンジョンズと比べて、ずっと引き打ちしなくちゃいけないゲームってわけじゃなくて、ちゃんとその自分から攻めていけるっていう風なその火力の上がる瞬間っていうのを自分で意図して作りになっているので、その火力が増えてる瞬間っていうのを、自分のプレイによってどんどんとつなげていくことができるっていうのが、うまくその緊張と緩和、カタルシスと解放感、解放感によるカタルシスがある、ゲームになってますっていうのが、前回のウェーブズでしたこれに関してはすでにウェーブズで、ある話になってるんよ。で今回2だって何が変わったのかっていうと、先ほど紹介したその一撃死がなくなって体力ゲージ制になったなりですね、ステージやり直すたびに形が変わるステージになったとかですね、背景に色がついた、磁気が光ってて、この磁気が光ることによって、磁気の、足元このフィールドのところに、なんだ配電盤っていうか、電子基板の配線みたいな感じの、テクスチャーがピカピカ見えるようになって、さらにおしゃれにサイバーになったっていう感じですかね。あと周りの枠もちょっと、ネオンっぽくなって、うんこうだよ、うん、やっぱ未来ってこうだよなみたいな感じの、そういうこの辺に関してはより、ジオメトリウォーズレトロエボルベットと比べてよりなんていうか、ネオンイコールフューチャーイコールサイバーみたいな感じのアートワークになってるかなと思います。あとこの赤いやつに関してはここにいると得点が増えるっていう風なそういうパネルになったんや。正
正直そこに行くと倍率が上がるっていう設定の方がより面白かったかなと思うんですけどね。なんでまあ、一撃死がなくなったことによってさらに、気楽にプレイができるようになったっていう。トイストーリーのピザ屋で稼働してそうな雰囲気という形になりました。で、それとともに新しく、ミッションモードが追加されました。ミッションモードは、ステージがこんだけたくさんあって、そのステージを、いろいろと条件を満たすとクリアできますっていう、アンロックして周りのステージが開けるようになるっていう風な、ゲームになってます。最初の面で言うと3分間、次はサバイバル、こっちも3分間か。それぞれ、ステージごとによって、オブジェクティブがありまして、このステージで言うと、50万点、オブジェクティブ50万点か、2回、2ミス未満、あ、じゃあ2ミスか、2ミスで抑える。でから90秒間死なないというオブジェクティブが設定されています。で頑張って、全オブジェクティブ頑張って、全面クリアしましょうっていう感じの、ゲームになってますね。最初の面は普通にこれまでのウェーブズ通りにゲームしてたら、プレイができる形になってますが、後半面に行くとどんどんと、オブジェクティブの達成が難しくなっていくって形になってますね。それぐらいかな。で今回は実はね、ゲーム中に、360スティックの、L ボタンと、R ボタンで曲が変えれますで曲は結構数多いです。前回が曲 3曲しかなかったっていう部分を踏まえて言えばかなり曲が増えた形になってます。この曲は Steam の、スターページのムービーでも使われている、Waves 2のテーマ曲ですね。前の曲も好きだったんですけど、前の曲の雰囲気をうまく活かしたまま曲を作れてるかなと思ってます。まあ、全体的にアップテンポの曲が増えて、よりゲームの雰囲気になりテンションに合った、ゲームミュージックが聴ける形になってますので、この部分で前の Waves よりプレイしやすいかなと思ってます。ちょっと一撃死じゃないからといってちょっと雑にゲームしすぎだな。まあ、正直今の僕のゲーミングフィジカルでいうとこれぐらいのゲーム難易度ちょうどいいかなって気持ちあったりしますけどね。最近本当ゲーミングフィジカルの低下が激しいんで、アンダーエイトインバースでアサルトミット立てませんからね。もともとネットのラグがあるからアサルトミット立てないってのはあるんだけど、あれ相当ラグあるぞ本当に。5フレー以上のラグあるじゃねえかと思うもん。ゲーミングマッスルをつけよう。そうやね、ゲーミングマッスルが低下するとなぜか椅子に座ったままゲームができなくなりますから、ね、もう寝転がった状態だとゲームできなくなりますから、もう携帯機じゃないとゲームできねえみたいな感じでね。これひどいわ。ああ見えるわけない。チラッと見えたけど、コンテとチラッと見えたけど、ゲーミングマッスルが低下してわかるビタのありがたさ。あるある。ゲームストリーミングサービスは普及するのかねー。どうやろう、今日本人って基本的に平均的にみんながみんなして中級階級になって、みんなみんなして貧乏になって、ちょっとずつ貧乏になっていこうねっていう風な感じの経済戦略取ってるから、ゲームストリーミングサービスを使わなくちゃいけないほどお金がないっていう状況はないと思う。
もっともっとお金持ってない方に向けて、もっともっと安いハードで最新のゲーム遊べるようにするサービスだから、日本の経済状況には正直合ってないと思いますね。で、この形で、50万点以上取って、2ミス未満に抑えて、でから、90秒間死なずに行きましょうという部分全部、サクセス、クリアしたから、このオブジェクトがクリアっていう形になってますね。そうすると新しいオブジェクティブが、新しいノードがアンロックするので、頑張って、ノードをクリアしていきましょうっていう感じのゲーム。今度で言うと、レベル12に到達なりですね。スコアが、何歩だ、これは540万点取るなりですね。敵を500匹殺すって形で、どん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 オブジェクティブが難しくなっていきます。ということで、ステージごとにどんどん難しくなっていく、オブジェクティブごと発生していきましょうって感じのゲームになってます。ジオメトリウォーズ、3ディメンジョンズの場合だったら、まあ、ステージの形が、いろいろと変わった形になってますが、こっちの場合はオブジェクティブが変わったって形になってるので、ゲームのフィーリングとしてそのものは、そうそう変わるっていうもんじゃない。代わりにオブジェクティブが、より詳細になってる分、ジオメトリウォーズ3デトレブ、ジオメトリウォーズ3ディメンジョンズみたいにですね、結局、オプションにコレクトつけて、コレクトに得点集めさせて、それでクリアするっていう風な、オプションの選択が全く自由度がないっていう、問題に関しては解消してる形になってる。結局、ジオメトリウォーズ3ディメンジョンズに関しては、オプションはコレクトしか、選択肢がないので。あと、どの状態でも、LR ボタンを押すと、ゲームのミュージ、BGM が変わるっていう点は結構、個人的には好きです。で、ノードモードの時だけは、通常時のアーケードモードはすでに、基本的にその時期の性能は全部一緒なんですけど、ノードモードの場合は、時期の性能を変更することができます。じゃあ具体的に時期の性能を変更して、変化した部分を見てみましょう。デフォルトでは基本的には、全ステータスに能力値が割り振ってるっていう形だったけど、このような具合で、極端な味付けにすることもできます。じゃあ新しく作った設定を、保存してみましょう。でこれで、じゃあノードをプレイしてみますね。デフォルトの設定から、大きくステータスを変えた、ブラボー、この設定で、プレイをしてみましょう。あ、ぶっちゃけ特に変わったように見えんなこれだと。まあいろいろそのゲーム内のステータスっていうのを、変更することができます。まあそれにはあの攻撃力もあったり、そのこの辺のドット、敵倒したときに出てくる、倍率を上げるドットを、吸収する範囲を増やしたり、あとはゲージの回復効率を、ゲージの、回復効率を上げたりするという能力があったりしますけど、基本的なステータスを変えただけだったら具体的に何が変わったのかよくわかんないな、これ。よしよし。はい、いった。
あでもちょっとずつでも分かるわ、プレイしてる分にはちょっと分かる。例えばスローモーションを使ってこう体力ゲージガツッと減らした後に、こっから後に回復速度がかなり遅い、うん、これは本体に本体なりエネルギーチャージの方の項目に、ポイント割り振ってないから、その分の性能が低下してる形かな。その分ショットの、密度は上がってる。ショットの弾密度は純粋に増えてるという形で、レースゲームの、セッティングみたいな感じで、まあ、ちょっとこの部分自分的にはこの部分いらないからもうちょっと攻撃を強化したいとか、あの部分いらないからもうちょっと弾数増やしたいっていうような感じの細かい設定ができるようになってます。これですね、ブラボー。実際にちょっとポイントで見てみると、まあ、横にちっちゃく書いてあるんですけど、通常時だったらプロジェクト図、プロジェクタイル図が、2発しか出ないんだけど、これをレベルを上げると3発出るようになる。だから、まだ次にレベル上げると3発から4発出るようになるっていう形で、どんどん弾数が増えていく形になってるんですね。同様に磁気の、部分に突っ込んでいくと磁気のスピードが、ちょっとずつ上がる。520が530上がったり、エネルギーが20から30に増えたり、エネルギーっていうのは体力ゲージですね。バーストパワーが7ポイントが10ポイント上がったりっていう形で、ちょっとずつステータスを上げることができます。ただまあこの辺に関して正直なんか全部平均的に割り振るのが多分一番硬いのかなと思ってたりします。でそういったちょっと、なかなか言われないとわからないレベルだけじゃなくてですね、もうちょっと根本的に変更ができるようになってます。とりあえずちょっと全部、平均的にステータス上げて、この状態ね、でこの状態で、各、武器を、違うものに、変化をすることができます。メインショットは、今のところ、マルードになってるんだけど、これを、プラズマクラスターなりに、変更する。でこのアンロックするときは、アンロックコストっていうのは基本的にゲームして、ゲームオーバーになったときに稼いだ得点によって、ポイントが手に入るって形になってます。さあ武器をじゃあ違うものに変更してみましょう。とスローモーションもこれも別のやつにアンロックしていきましょうかね。EMP にしてみよう。通常モードだろうが何だろうが、とりあえずゲームしてるとどんどん、ポイントが溜まっていって、そのポイントを使ってどんどんと、時期のアンロックができる、時期の各パフォーマンスのアンロックができるという形になってますね。エネルギーバッテリー何があるの、キャパシタ、ジェネレーター、ヒートシンク、クールダウンが短くなるな、カラーマルドオーバークロッカー、リジェネレーター、ボンバー変えてみよう。
なんかあるかな、ストームクラウド、デスブロッサム、スーパービームレーザー、スーパービームレーザー、ホーミングミサイル面白いからホーミングミサイルしてみよう。さあ、という形で、ゲーム中にプレイして得た、コインを使って、新しい武装を装備できる形になってるんですけど、これあれや、まだゲームが飛んだパターンや、まだ完成しないかんね、このゲーム。ゲーム飛ぶんよちょっと待ってね、ウェーブズをプレイ。ちょっと画面を今、再起動中なんで少しお待ちください。ゲームが吹っ飛んだ。まあ、完成する頃には、この辺が多分治ってることでしょう。またちょっと画面を合わせますね。少しお待ちください。よいしょ。で、こっちも画面回さないとね。よし、お待たせ。確かさっき武器の変更をしようとして画面が止まった形になってんだろうって、確かデフォルトリセットして、お、次はうまいこといったと思うんやけんな。デフォルトリセットして、まあまあゲームが完成しないからかな。セーブトゥースロット、これでデブラボーに、セーブして、これで OK、 これで武器変わったはず。さあ、こんな感じになりました。なんだこれメインウェポンが火炎放射器になりました。で、この火炎放射器は微妙になってか敵にちゃんとダメージ与えてるような感じ見えないんだよな。これまで一撃で殺せた敵に関して一撃で殺せなくなってるってという感じはせんでもないんだけど、あ、お武器は消毒だ多分この武器ダメな武器やもんね。ほら早速、あの手のタイプの敵のウェーブに対応できないけど、相当この武器火力あれだぞ。でもドットダメージがあるとかそんな感じだから、あかん、火力が低すぎる。この武器ほんまあかんぞ。で、スペシャルウェポンが、ホーミングミサイルになりましたおしっぱなしすると消費するって形か。で、下のゲージがいっぱいになったら使えるようになるっていう形で、で、ホーミングミサイルはワンクリックで全開放じゃなくて、押しっぱなしにするとその分だけ使うって感じっぽいですね。配信を開始しました。
ほんま役立ってんのかこの武器。ほんま疲れ。まあバーストみたいな形で全消費しない分こまめに使えるっていう風なメリットがあるのかな、この武器に関しては。でしょ、メインショットがちょっと弱すぎる。あ、ホーミング、ここら辺はちょっと気持ちいいな、ホーミングで。まあ、とりあえず外れの武器であるの分かった。射程距離が特に長いってわけじゃないしな、まあ、ホーミングミサイルはちょっとこれまでの、そうですね、ゲージ溜まって即放出っていうタイプのブラストと違ってこまめに使えるのは確かに面白いけど、効率よく使えるって言い方すべきなんかな、もしかしたら。メインショットが弱すぎるねこれでクリアするとこのような形で、得たポイントによってどんどんと、バーが増えてって、でバーが一通り全部満たすと、150クレジットかそれぐらい手に入るって形かな。でクレジ得たクレジットで、武器をアンロックしていくっていう風な、作りになってる。で持ってる武器がちょっと気に入らないようだったらさらに細かく、ポイントを変更できますよっていうのが、今回追加された。ミッションモードでの、新しいゲームのフィーチャーになってます。一言で言うと、あのデフォルトが多分一番強いと思うんだけど、デフォルトに飽きてるんだったらこの辺の武器をちょっとずつ変更して、またハマったポイントを使ってなんかとりあえず武器アンロックしてんで、なんか武器使ってうわこの武器使えないゲラゲラって笑ってそれで終わりみたいな感じの遊び方をすればいいかなと思います。とにかく想像以上にこのあのプラズマクラスターが死ぬほどっていうか全く使えなかったんで、あーこれダメージパーセコンドか、あーやっぱこれ使えないはずだわ。だって通常ショットっていうと一発当たると100ダメージ100とかだけど、プラズマシャワーだったら1秒当てて250だからね、1秒間当て続けられないんだったら全然標準の武器よりもダメージが低いって形なんだな。その代わりファイアレートが、高い部分があるので、硬い敵を焼くときだったら使えるって形か。硬い敵ってめったに出てこないし、細かい敵の方が多いんだよな、このゲーム。という感じで、いろんな、なんていうか、この武器使えないみたいな感じで武器がたくさんあるので、その武器使えねえって武器をたくさんアンロックしてゲラゲラ笑ったと、いつもの武器に戻して、いつものウェーブズをすればいいと思います。という感じで、今回の、ウェーブズ2は結果的にはジオメトリーウォーズ3ディメンジョンズと割と近い、ゲームコンテンツがありますが、ジオメトリーウォーズ3ディメンジョンズが結局はオプションコレクトしか選択肢がないっていうのと、結局はいつまでだったら引き打ちするゲームっていう点に加え、点に関してはもう9年前なら10年前の、ジオメトリーウォーズレトロエボルペットなりジオメトリーウォーズギャラクシーか何も変化がないっていう点対し、ウェブズ2はまだ、アンロックして楽しい、まあ、どうせ使わないんだけどクソみたいな武器がたくさんあるっていうのと、ステージそのものが立体になって変化があるってわけじゃないんだけど、オブジェクティブ、ステージごとのオブジェクティブが多彩になってるので、結局、ジオメトリウォーズ3ディメンジョンみたいな形でオプションコレクトにしてあと適当に逃げ回るだけばいい、逃げ回ればいいっていうゲームプレイにならないっていう点で言うと、まあ一応ある程度、ちゃんと違うニッチが違う部分を攻めていけてるかなって形で考えてます。でそれに加えて、スローモーションが体力ゲージを消費するって形だったら、一撃じゃなくて体力ゲージ制になったっていう点も加えてかなりプレイがしやすくなったかなと思ってます。
単純にまあ曲数が増えたんがいいわ。うん、まあ曲結局1曲しかなかったからさ。で結局ジオメトリウォーズ結局ウェーブズ2買っても結局やろうって多分3分間モードしかないと思うんですよ。これが一番このモードが一番面白いから。でゲーム中にL ボタン R ボタンを押せば、曲を変更できますので、これでずっと好きな曲聴くってこともできますから、ご安心ください。今回は前回はちょっとアンビエントな曲が結構あったっていう部分があって、ゲームの、テンポに正直ゲームの、プレイフィールに合ってない BGM が、大量にあったっていうか、ゲームのプレイフィールに合ってる曲が1曲しかなかったっていう風な部分で BGM の部分の欠点があったんですけど、今回はその部分が解消されて随分とプレイするので楽しいゲームになりました。で前よりも敵も多くなりましたしね前が結構1分ぐらいからちゃんと真面目に敵が 出だすっていう風な感じだったから、ああ今の失敗したな。あれは死なずにやりきれたはずなんやけど、ちょっとスローモーションが体力ゲージになってるから、スローモーションを限界まで使って、何とかやりくりするっていう部分がどうしても体力を削ってるっていう風な考え方になっちゃうから、そこで一歩引いちゃったことあったな今の。多分フレームシャワーだったら多分この敵をやっつけるときだと多分便利なんだと思う。あの硬い箱、あの箱が2だって死ぬほど硬くなってるからな。ただフレームシャワーよりも多分こっちの方が基本的なダメージが高いような気がするんだけどな。まあ、放送中ありました通りゲームがたまに止まったりするってこともあったりもしますけど、まあ、基本的には現時点でも全然遊べるゲームになってますし、あ、次のレベルまで上がるのにだいぶポイント稼がなくちゃいけないんだな。ちょっとずつポイントが得にくくなってるんだ。なるほどな。っていう感じのゲームになってますので、もしよければ、ご購入のほどよろしくお願いします。前作のウェーブズが、気に入ってるようだったら、もう間違いなくこっちをすぐに、ダウンロードしてプレイしていただければ、いただけるでしょう。まあ、単純に BGM が増えてるっていう点で前作と比べて大きな改善点なんで、特にその BGM が全部乗れるタイプの曲になってるっていう部分が相当大きいです。ほんと前作も本当なんでこんな乗れない曲ばかり用意してんだよって形かなり苛立った部分があったんですけど、それが改善されたっていう点で大きな、プレイフィールドの改善につながったかなと思います。というわけで本日紹介したゲームはこちらウェーブズ2でございます。価格は確か10ドルになってます。ついこの前まで、Steam でシューティングゲーム祭りって形でですね、10% オフで売ってたんですけど、今のところまた元の価格に戻ってますので、まあ、名前だけ覚えておいて、安くなったら買うって形も結構ですし、まあ、個人的にはそうですね、前のウェブズが好きだったら、まあ、別に定価でそのまま買ってくださいっていう感じの、ゲームになってますので、ご興味持たれましたら、ご検討のほどよろしくお願いします。それでは、ゲームの方を終了します。